YouTube をご覧の皆さん、どうも翼です。りんごです。はい、本日は久々のですね、商品紹介。お久しぶりです。本当にですね、お久しぶりになってしまったの。お久しぶりです。本当にで、何をやるかっていうね、我々大好きなガジェット系をですね、ちょっとやらさせていただきたいんですけども、もう早速出しましょうかね。はい、はい、バーンとね。はい、もうね、あの箱は、箱というか上は開けちゃってます。で、まあ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 ですよ。はい、ボボンのボンと、で、デザートウエストさんからね、これ提供いただきまして、何かっていうと、我々もね、よく、まあ、見てる皆さんもそうだと思うんですけど、車乗ってる時、スマホ使うでしょ。まあ、スマホも使うでしょ。ほら、地図ね。もちろん運転中ダメだよ。あの、地図とかね、例えばナビで、やるじゃない。で、それを、ホルダーでこう置いとくっていうのをやるでしょ。でもさ、ああいうのってこうナビとかってやってると、電池すぐ減るじゃん。すぐ減るっしょ。だからこう充電器さしながらってやるんだけど、いちいちこうカチャってやってこうグッてやったりするのめんどくさいじゃん。でもホルダーによっては音がちっちゃくなるからね。あ、そうそうそう、あの押さえる場所とかでしょ。そうそうだからそうなると困るから、最近のね機種、新しい機種だと無線充電できるでしょ。できます。そうそう、じゃあホルダーに無線充電器ついてたらいいんじゃねっていうことなんですよ。それがこれ、ホルダーに無線充電がついてるっていうやつ、素晴らしいなやつなんですよ。ではこちらのね、素晴らしい機能など、細かいところを紹介していきましょう。はい、取り出しますはドドンガドン。これがですね、あの受け止める部分、ホルダーの部分ですね。はい、かっちょいの形がなんていうの、あのトイストーリーのさ、バズとみさ、ポテトヘッドの形はね、形ポテトヘッドだけど、なんかなんだろう、トランスフォーマーのどっかから落ちてきちゃったみたいな、なんか結構ゴツゴツなアメコミ感がね、ちょっとありますよ。見てくれれば。あ、結構ずっしりしてる、ね。そう、結構ずっしりなの。なんか、なんていうの、軽くて、ふわふわっていうか、軽くて、チャチい、これ大丈夫かなみたいな。心配感。何、本当、まあ、そこは後で紹介しますから。はい。と、はい、可視化して。彼女いじってなんか動かしやってビビってっから。子供か。お、いいですね、カードがね。こういうあのガジェット系のやつに結構カード入ってますね。はい、どうぞ。良い品質、良い生活、良い品質、良い生活と。これもね、なんかちゃっちい紙じゃなくて、ちょっとねしっかりとしたこういい感じの紙ですね。はいはいはい、説明書英語ですね。はいはい、英語ですね。わかりません。はいはい、さあやっていきましょう。ほら貸して。何、戻し方が分からなかった。そこじゃない。もうなんでこういうことしちゃうの。あ、そう、だからお前がさ、はっつって、ちょっと、まあいいか、後にして。はい、まずね、このマウント、だから受け取る、スマホをこう設置する部分ですね、が一つ入ってまして、で、まあ設置する場合、ね、土台、どうするかっていうの、いろいろあると思うんですよ。で、なので今回これすごいの、二つ入ってる。まず一つがこの、エアコン大丈夫ですか。エアコンの差し口にこうブスって差して、それにこう、あの、ジョイントするっていうやつが一つと、こういう風にね、こういう平たいところね、ダッシュボードとかに置いて、で、そこに、こうね、そこにこう、こうブスって刺すタイプの2つ。だからこれはもう自分の使い方によって、あの、2通り分けていただければいいかと思います。はい、じゃあね、今回はこの、なんていうの、ダッシュボードにペタって貼り付けるタイプのやつで説明していきたいと思うんですけど、ここでね、後ろにこうネジがついてるんで、このネジをこうくるくるって回して一回外すんですよ。で、外したね、ネジをこう入れて、で、このボールをグッと最後まで置く。ああ、開いちゃった、開いちゃった。開いちゃった。これね、そう、自動なんですよ。実はこれ、設置してくれるのが。で、これでグッグッと、ジョイントすれば、やってくれると。なので、まぁ、あ、ちょっと今回はもう説明しちゃいますけど、これも簡単なの。吸盤もね、こう、パチって下に下げるだけ。なんか、
ネジとかでやる必要ないです。だからここにグッて押さえつけて、これでパチッてやればもうこれでここがくっつくんです。であとはもう自分の好きな形向きにねこう合わせてやって、今これ開いてますけど、これ閉じるときどうするかっていうと、これをまあ置くでしょ。置いたときにほらよくガチャガチャってこう自分でこうなんかやったりするときあるじゃん。ほう、わかる？すごいでしょ。自動なんです。オートマティックなんですよ、実はこれ。すごくない？で、もし、じゃあ広げるときどうするって言ったら、ここにね、この両脇にボタンついて、これをと押せばこう、開いてくる。で、じゃあどこで閉じてんだって、ここにね、この後ろがこう、この面が押せるんですよ。で、押すと、なので、乗っけたときの、これの幅に合わせて自動で閉じてくれるっていうやつなんですよ。だから煩わしい、こう、なんあるでしょ？だから昔、うちもあるのよ。ただのこういうマウント。こういうのあるんですけど、だからこれの場合はこうね、こうつけて、こうつけるでしょ？つけた後に、こうやってやって、自分でこう幅決めて、で、グッグッってやって、とかってやんなきゃいけない。だけど、これ違う。もう開いて、乗せたら終わりと。すごい。乗せたら終わりってすごい、ね。乗せたら終わり。もうそれだけ。たったそれだけ。あなたがやるのは、これの上に乗せるだけ。取るときはボタンを押すだけで、ひょいと、もうこれだけでいい。すごくないですかこれね。で、まあ結局のところここに USB 挿すんですよ。この下にあるんで、それ挿して、これをだから充電っていうか、その車の充電のやつに挿せば充電ができるっていうことなんですね。最近 10S Max 持ってる人は、あ、でかいやつね。で、彼女今 10S Max なんですけど、でかい機種でもいけるね。 10S Max、10S 両方とは、 10か、両方ともいけちゃうってことなんですよ。最新機種ちょっとやってみてください。どかします。で、今ねちょっとねこれを映し出してるギャラクシーの機種がここにあるんで、乗っけます。もう自動でやってくるでしょ。だから本当に大きい機種でも全然いけるんですね。ただまあ、無線充電に対応してるものですね。試しにじゃあこのまんま、ね、充電できるのかっていうのを試してみましょう。はい。で、充電器挿してもらって、で、これをですね、この後ろに挿すとこがあるんですよ。グッと刺されましたね。で、ここ今光ってる、消えた、赤くなってた。はい、ブンで充電できてる。置くだけでいいんです。で、まあもちろんこういうがっちり結構ホールド系のやつだから、無線充電しなくても置ければいいよって人もいるでしょ。で、たまにほら、私普段カバーつけてるからなーってない？あと、なんか、後ろにリングつけてるから、いちいちカバー外すのめんどくさいよってなる人いるじゃん。じゃあ、そういうケースのままでもつけられるのかっていうことなんですよ。で、グッと。はい。なので、こう、リングをつけたまんまとか、あとは、なんだろう。ケースね。ちょっと厚めのケースでもつけられます。うん。がっちりしてます。なので、まあ無線充電しなくてもいいよっていう人は全然、だからこういうふうに後ろにこうやってリングがついてても、このままつけられるっていうことなんですよ。いかがだったでしょうかね。この自動で動くオートこのホールド機能、かっこいいでしょ。男の子大好きだからこんなの。ウィーンカチッとこう勝手にやってくれる感がいいでしょ。女の子でもね、ガジェット好きな人はもうウォーってなるでしょ。これよ、だって。いや、すごいなるよ。もうか、たまらないですよ、これね。はい、でね、これね、急速充電対応している機種だったら、ここに入るものですよ。もちろん、ね、バカでかいなんかタブレットとか入れたら無理だろうけど、に入る携帯電話だったら、おそらく使えるかと思います。で、10W と 7.5W 両方に対応してるんで、Galaxy も iPhone も両方ともいけるということでございます。で、まあ、あとね、大まかっていうか、まあ、簡単な説明しようね、ここね、こう、伸ばすこともできるよっていう。だから本当に、例えばダッシュボード、に、置けない人いるじゃないですか。で、そういう場合どうするかっていうと、このダッシュボードに置かないで、ダッシュボードのほら形状がね、まっすぐフラットじゃない人もいるから、そういう場合は、これを外してもらって、これをフロントのガラスにつけるんですよ。こういうことですね。フロントのガラスに貼り付けて、こっちでこう固定するっていうこともできます、一応。なので、ダッシュボードにね、置くことができないよっていう人でも、これは使うことができます、本当に。すごく便利な、商品だと思います、僕は。これは全然ね、普段から使いたいですね、これは。うん。だから、
さ、ワイさ、うん、料理作るときよく動画見ながら作る。ああ、これいいね。だから簡単にこう手でいちいちこうポッてやるとやってくれるから、置くだけでいいから。そう、充電ないなっていうときあんねん。うん、でもケーブルさ持ってたら危ないやん。まあね、ありがたい。ああ、そうですね。だからこれも本当にあの車使ってないときは家の中でも使うことができるんで、そういう使い方もありなんではないでしょうか。うん、素晴らしい一品だと思います。はい、ではね、ここまではいいことばっかり言ってきましたけども、やっぱり僕はね、商品紹介するときはね、自分が気になったところ、あれって思ったところっていうのはね、言いたいんですけども、これね、形上、このね、3点で下と横でこう支える形になるんで、まあホールド感はガッチャーズこう包み込んでるから、だから極端に言うとこれを逆さにしても、おどどどこう逆さにしてもね、落ちはしないんですよ。だから別に動画を見るときにこう横にしたりとか、逆さにしたりとかねっていうのは問題ないんですけど、ほらね、これもそう、ちょっと気になる点が一つ。まず誤操作しやすい、ここがタッチする部分だから、今みたいにいじってる間にこう開いちゃってボトって落とすってことがありえます。これはだからそれは 手でこう締めるタイプのものにはないデメリットですね。これはもちろんワンタッチでこうね閉じてくれるのはいいんですよ。だけど誤操作で落としやすいっていうのが一つ難点ですね。あとは横にした時に、これはやっぱりあんまり横向きに設計されてないのか、形がねちょっとなんていうの、左右非対称になっちゃったりするっていうのがちょっと僕は気になります。上からこうガッてやって全部四方包んでんだったら上下左右ないからいいけど、それがちょっと僕は気になる。やっぱこうデザインがかっこいい分、ってなる部分が一つかな。俺はでも誤操作というか、こう間違えてポチッと押しちゃうっていうのが気になる。だったらこの横とかじゃなくて、もうちょっと背面とか、そういうとこにした方が僕は良かったんじゃないかなって。うん。だって、これを例えば回転させるときにさ、触っちゃうもの、このボタンを。だから、ちょっとこの扱いには、慣れないうちは。だからまあ多分推奨としては、こう、なんていうの、形決めたら動かすなよっていうことなのかもしんないけど、ちょっと僕はね、これは、危ねえなって思った、もちろん。まあ、あとはそうですね、まあ、スピーカーが下のタイプのものっていうのは確かにここで彼女が前言ってましたけど、音がこもったりするっていう可能性はあるかもしれないですね。うん。だからそういう場合は外部のスピーカーつないだりとか、逆さにして上から音出すっていうのが一番なんじゃないでしょうか。うん。まあ、でも俺はやっぱり一番の点は誤操作。自動は嬉しいんだけど誤操作かな。もうちょっと例えば片方押しただけじゃなくて両方押さなきゃ動かないとかにしてくれたら、これどっちでもいいんですよ。右左どっちのボタンでも開いちゃうんで、どうせだったらこう両方グッて同時に押した時だけ開くっていう風にしてくれた方が誤操作しにくかったんじゃないかなと思います。そんなところですかね。うん。でもね、本当にかっこよくて、これはねちょっと使っていきたい一品だと思いました。以上です。まあ、ただあと、もう一個メリットあった、デメリットあったわ。これ結局電池っていうかこの機械式なんで、それが壊れた時に使えなくなっちゃうんだよ。それでもどれにでも入れるよ。いやいや、違う違う、だから手巻き、だからさっきのさ、これは別になんて電気系統とかないから壊れるっていうのは本当に壊れた時じゃん。だけどこれはね、こうなんか見た目は全然平気なのに中の電気系統がいかれたらそれだけで終わっちゃうんだよ。だって、ああ、そういうことね。うん。だからそれは一個本当にデメリットかなって思いました。はいはい、皆さん、ね、ちょっとね、このエアコンのね、通風口にこれ刺すやつあるんですけど、こっちもね、ちょっとすごい機能があったんで、一個だけ紹介したいと思います。ね、大体こういうのってガッてはめるタイプなんですけど、これは、ここにレバーがついてるんですね、ここにレバーが。で、レバーを、こうね、右に倒したり、左に倒したりで、このワニの口みたいなね、このワニの口みたいな部分が閉じるんですよ。いきますよ。見えるかな？いきますよ。で、これ、左右に、左右で、この閉じ方が、大きく閉じたり、小さく閉じたりできるんで、自分のこのね、通風口に合わせて使えるっていう、ここにもね、細かい気配りが効いてる、すごいパーツだと思いました。追加情報でした。それでは、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。よかったら、グッドボタン、チャンネル登録、お願いいたします。はい、久々のガジェットでしたけど、どうでした？
ガジェットはいいね。ガジェットいいね。こうやっててワクワクするよね。ましてやこんな自動でオートホールド機能っていう、こうね、ブイーンってなる感じいいよね。オートね。オートね。なんだろうね、この素晴らしい感じ。いいですね。またあの、なんつうの、ただ勝手に入れるときこう、ウィーンってなる感じがいい、この、これ。無音で閉まるんじゃなくて、無音でこうね、こうなるんじゃなくて、あとだからカシッってこうさ、なんていうの、カシッってこうワンパターンの動きじゃなくて、ウィーンっていうこう無段階みたいな感じのやつがいい、ね、すごくいいです、すごいわかる、うん、かっこいい。で、あと最後お値段ですね、今現在 Amazon で4599円で、うん、プライムの方はこれで送料、あの送料かかんないですからね。いいんじゃないですか。はい、いかがだったでしょうかね。気になった方はこの概要欄ありますから、そこから、飛んでみてください。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。そんじゃあね。